青い炎の中でいろんな漫画が出てくるじゃないですか、はい、大丈夫なんですか特にあの俺心配なのは矢野健太郎ですいやちょっと待って矢野健太郎さんは尊敬してるっていう私の気持ちがガーッと出てない？伝わってます伝わります。あのね、ね、絵描きってね、絵描きって全部絵に出ちゃうじゃないですか、はい、だからいかにネームとか設定とかで尊敬してる巨匠みたいなふりしててもそんなに尊敬してなかったら絵に現れないんですよ、うん、で志門先生大阪芸大の教授で与田先生描いてるけど多分そんなに尊敬してないから絵がねヨーダに似せてちょっと描いてみました止まりなんですよ。でも矢野健太郎すげえ顔をよく描けてるから本当にね、はい、あの時はね右手正直だよなって思いますもういや与田先生尊敬しておけばよかったって今すっごいね反省してるの本当に反省してる。でも青い炎描いてる時はあの時の炎燃えるの気持ちで描かなきゃいけないからそんなにペンが走んないわけでしょ。で、あの時代に矢野健太郎って輝いて見えたからこんな風になっちゃうわけですよね輝いていたよね、本当にね今でもだけど、はい、もうそうですよ、象がこう鎖につながれてるみたいにさ、はいはい、子供の時につながれた鎖が切れないんだよ、やっぱり大きくなってるこれ本人は大丈夫なんですか。いや、最初にこういうのっていちいち許可取る場合とやっちまえっていう場合ってあるじゃないですか。ありますね。どっちなんですか、先生。矢野さんの場合は一応そんなに親しくもないのでここまで書いといて親しくもないので、はい、私が個人的にネットを通じてメールを出したんですよ書いていい？書いて個人的にネットでメール、はい、そしたら、うん、最初は渋ってたんですけど、はい、1話目読んだら、はい、庵野秀明がこう書かれてると、はい、だったらいいって言われてこれはもう書かれないより書かれた方がいいと。でお礼に、はい、出した方にお礼に何か送ったりするんですけど、はい、シャワザクのプラモデル の、はい、新しいマスターグレードとか出たんですよね、はい、あれをね送ったんですよ、はい、じゃあこの青い炎に登場しているキャラクターで実際の人物は連絡取れる人にはなんか割と何か送ってるんですか。今年の夏はごめんごめん送れないと思いますしまった言わないとよかったいるでしょ。います。ごめんなさい。だって僕ごめんなさい7巻で大々的に出てるんですけども単行本の前にサインついてこれで終わりです。いや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 今度ガーンとサインついてで直筆の手紙が岡田敏夫様ってめちゃめちゃ勢いのある手紙がちっちゃいのついてて、はい、バカにした人には送ってるこういう買い方して悪かったなと思ごめんなさいの意味を込めて今年2週間ぐらい前にうちにメロン2個志望先生から来てましたけど あれは何か悪いことしたなってことあれは青い炎ね最初はそんなに長期連載になる話じゃなくて、うん、最初は前後編で終わる話だったうんうん、うん、それが、まあ人気があるからちょっと続けようって言っても1冊ぐらいで終わる可能性があったんで、うん、その間に書きたいものは何かってあげた時の4つぐらいのテーマのうちの1つが大根3だったね、うんうん、でも最初の時点で大根3は重要だからこれについては語っておきたいと思っていたんですよ、うんうん、こんだけ何回もこう書かせてもらうことができて本当に良かったなと思うんですよね、うんうん、炎くんはずっと漫画を描こうとしてるけれども、うん、うまくいかないわけじゃないですか。でアニメ作ったけどもなんか違うなっていうか、うん、庵野くんたちが作ってるアニメっていうのは着実にちょっと進んでるから腹立ちますよね。そうそうそうツイッター見てもさ読者としてもどっちが主人公かもう大根3の話だけ書けばいいじゃんみたいなでそうならないのはなんでかっていうと、うんうん、あの漫画の中に出てくる庵野とか山賀とか赤井とかってキャラじゃないんだよ。やっぱ主人公キャラじゃなくて対立キャラの書かれだしてるじゃない内面書いてないじゃんまあ、ね、リアクションでできてるじゃん。その意味で花形じゃん。あその、うん、だって内面わからないわだから札幌映画祭の時に、うん、なんかトップを狙いの時にの上映で来て、うんはいはいはい、ガイナックスの人たちとこう打ち上げで話をした時に、うん当時はちょっとライバルだったよねって言ったら、うんまあ、友達だったじゃんって話を前回したじゃないですか。あの時に初めてあ友達だったなと思ってライバル扱いしてもらえなかった。そうか
っていうか心の通り氷が溶けたっていうかね、はいはい、その集まりがなかったらね、青い炎こんな風になってないですよ。そうなの？いまだに己ですから、うん、己だったあ、それはなんかいまだに庵野くんが出渕豊に関して感じてる気持ちだよ。そうなの？やっぱりね、ライバルなんだよ。俺より先に東京でアニメ界の中心とかに行って、なんかすごい楽しいこといっぱいやられてしまった、はい、高校生の時ぐらいやっぱファン活動一番したいじゃない。はい、その時に何にもできなかったこの悔しみ。いや、その時のって消えないですよね。消えない、消えない、一生消えない。あの頃って消えない。だから、うん、その安彦義和原画集が出て、ガンダムの、うんうん、それ読んだら最後に庵野秀明と対談してるじゃないですか、うん、で安彦先生が庵野秀明に対してすごく丁寧な口調で話をしてるんだよね、うんうんうん、ね、なんかさん付けみたいな感じで話をしてて、あなたがなんでこんな私のことを持ち上げてくれるんだみたいな話してくると、ちょっと待ってと、安彦先生ちょっと待ってくださいとおかしいですよそれ。言える言える、うん、俺あの頃俺たち学生でそのガンダムのあのなんだっけ映画の原画集っていうのを、うわ、こんな風な本が出てすげえなって思いながら見てた仲間なのに、うんうん、そんな丁寧な口調で喋らない思いますよね。でもしょう、もうその時はしょうがないですよね、うんうん、矢野健太郎も超えられないしねもう矢野健太郎もここにいるんだよ。あれ面白い、あの青いほどできたら矢野健太郎がなんであんな上の位置に書かれてるのかな。すごい上なんですよ矢野健太郎。会うことすらできなかったんですから。あのカスの人に会わせてくださいって言ったら、君は矢野健太郎さんに会いたいのかみたいな、そんな上の人に会いたいのかみたいな感じでしたもん。あ、すげえな。だから、ああダメなんだ、作品を見るしかないんだって。志音先生はそのこの青い炎の炎燃ゆるの時代ですね、80年代の初めには、はい、この漫画界っていうのは、うん、今から入っていける場所だというふうに考えたわけです。いや、それまではだって、はい、あの手塚治虫、石森章太郎とか横山光世とか松本零士とかが、はい、もう何本も何本も書いてて、どの週刊誌もその人たちで待ってたじゃない、はいはいはい、で、新人が入る余地が全くなくって、たとえ入ってきても私たちも受け入れなかったんだよね、はい、なんだこいつこんなところに入ってきやがって、うん、で、それが打ち破られたのがまずあの、うん、マイチングマチコ先生マイチングマチコ先生なんて、はい、新しい作者が出てきた、はい、あと増村博士、はいはい、漫画少年に、はいはいはい、新しい作者が出てきた、はい、おかしいぞ、少年ジャンプ以外では新しい作者が出てこないはずなのに当時の少年ジャンプって、はいはいはい、そこがこれの一番難しいところであり、そう、少年ジャンプがジャンプ出てこないでしょ。ジャンプの新連載の絵の下手なものを俺たち昔山ほど見たじゃないですか。だから小林義則第1話ショックとかあるじゃないですか。それはみんなが調べればいいことなんだ小学校5年生の時に初めて漫画で、はい、ウルトラマンエースに子供ができて、はい、その子供が地球に来て地球を守るっていう、はい、そのウルトラマンのパロディ漫画を書いてたんだけど、はい、そういう連載を始めたやつがいるでしょ少年ジャンプで何とは言わないけども、はいはいはい、それ見て、はい、これ撮るんだと思ってこれ撮るだったら俺が今まで言われてきたダメは何のためなんだ。もう何もわからなくなっちゃったやったもん勝ちなのって。今青い炎の中でジャンプの編集者出てくるじゃないですか。はい、はい、あの人にもいろいろ言ったはずなんですよ。炎もいるわ、あのね、俺の漫画はダメかもしれないけどなんでこいつはありなんですかみたいなことを。いや、あの人は僕は好きだったから言わなかったこの人ですよね、この人志音先生、好きな人には必ずこんな服着せますよねいやこれはさ、大変な事情があるんだよ察して、いや、ごめん、さすがにね、察するには遠すぎて、もうちょっとヒントは、はい、こんな服を着てた漫画の担当やってたかもしれないんじゃないかなみたいな。今この漫画の中では、はい、SA 社ね、はい、ジャンプに向かって書いてるじゃない、はい、で、いい風になってるからですよ、はい、おかしいでしょ、うんうん、いや、本当にね、だってね、志音先生ジャンプに結局書いてないですもんね。そうですよね、本当に若い時ってひどいことするなっていう。志音先生がひどいことしたんですか。そう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 
ジャンプが冷たかったとか敷居が高かったというのではないんですね。もうね、本当にね、はい、本当に恐ろしいですね。誰が？いやもうね、本当にその辺どうやって書こうかと思って。でももう、あ、支柱に勝つでうまくいったみたいな、絶対うまくいかない戦法で平和を勝ち取った。すげえなーっていう、うん、そうか、2199の沖田館長は役に立つ沖田館長なんだ。でファーストの沖田館長は根性が座ってるけども偶然うまくいっただけなんだね。いやいやいや、偶然何を言ってるんですか。うまい。説教される、説教される、やばい。あのね、日本で一番熱いやつに説教される。ファーストはね、うん、そこをきちっとやってるじゃないですか。言っとくけど二人とも水だよこれ。私が一番好きなシーンはやっぱりね、ガミラス本性で、うん、こう硫酸の海に潜って溶けながら、うんうん、溶けながら最終的に火山脈を見つけて波動砲を撃ったら一発逆転。映画ではそこであのなんか希望的な曲がかかるんですね、はいはい、であの発信と同じ時の曲、あのデン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 、チャチャン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 チャン、アナリさんまだか、あと5分しか持たんぞ、チャチャン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 チャン、発射ピューンでしょ。あれがね、もう、いや、男が覚悟を決めた時にあの曲が流れるんだと思って、もう大好きなんだ、映画で好きなのはそこなんですよね。だからね、そういうのをね、あのパート1では学べるわけですよ、うんうんうん、俺、ドン引き。いやいやいや、それそこそんなにか、それはね、すごく重要なとこですよ。